アイテム番号 SCP-49JP。 オブジェクトクラスケテル。特殊収容手順 SCP-49JP1 の周辺 1km 範囲内は口述する儀式の間を除いて完全に無人にされなければなりません。 SCP-49JP1 の近くを防ぐため家屋には不透明な特殊シートを D クラス人員を利用して被せます。その際雇用した D クラス職員には必ず A クラス記憶処置を行う、あるいは解雇処分しなければなりません。 SCP-49JP に関する一切の情報は財団の報道管理部によって完全に遮断されなければなりません。 SCP-49JP の情報をレベル4クリアランス未満の職員が知った場合は即座に記憶処置を行ってください。 SCP-49JP に関する情報が流出した場合、1時間以内に流出の範囲内すべてにガス形式の B クラス記憶処置を行ってください。この処置は SCP-49JP に関して一切無知な財団職員によって行ってください。もしもそれが不可能な場合、化学兵器によって情報を得た可能性のあるすべての知的生物への終了処理が許可されます。SCP-49JP は1年に1回、11月8日の午前1時から24時間かけ、神道、仏教、ユダヤ教、キリスト教プロテスタント福音派の聖職者による、死者の供養に関する儀式を行ってください。そして、儀式が終了次第関係者全員に対して記憶処置を行ってください。以下の情報はセキュリティクリアランスレベル5以上の職員にのみ開示されます。また、閲覧終了後直ちにミーム的効果による A クラス記憶処置が自動で行われます。説明。SCP-49JP は、一般的な2階建ての建売り住宅に外見のみ似せられた見た目を持つ。SCP-49JP1、および、自身に対する情報を得た知的生物を殺害する。強い伝染性がある破壊的な情報災害と認識災害、両方の特性を持つ存在。SCP-49JP2 です。SCP-49JP1 に関する情報を知った。これは知覚することも含まれます。あるいは SCP-49JP2 によって殺害されたもののことを知覚した場合、SCP-49JP2 による攻撃が開始されます。SCP-49JP1 に関する情報を何らかの手段で得た場合、情報への披露から最低6時間、最高で1週間後に対象のもとに SCP-49JP2 が出現します。SCP-49JP2 はこれまで SCP-49JP の効果によって殺害された対象の姿を曖昧に模した黒い霧状の存在のように見えます。SCP-49JP2 を目撃した対象は一切動くことができなくなります。SCP-49JP2 はそのまま対象に襲いかかり、削除済みを行い、対象を殺害します。SCP-49JP2 によるこの攻撃は約12分前後で、この時多くの場合、第4期の致命的に悪化した悪性腫瘍が対象の全身に生まれることが確認されています。また、すべての対象は頭部を欠損しています。SCP-49JP2 のこの行動を目撃した対象も SCP-49JP2 による攻撃の対象となり、同様に6時間から1週間後に殺害されます。これらの攻撃に対しては、情報を得たあるいは殺害を観測した者に対する B クラス以上の記憶処置を行うことで、攻撃を停止させることが可能であることが確認されています。特殊収容手順の項目で上述した儀式を行わないまま1年が経過すると、SCP-49JP2 は SCP-49JP1 に関する情報を知らず、SCP-49JP2 による殺害を目撃していない対象に対しても攻撃を行います。この場合、SCP-49JP2 の攻撃の対象になるのは、財団が上述した儀式手順を行うことを発見するまでの脱走によって引き起こされた、会の封じ込め失敗案件のすべてで、SCP-49JP による被害者と血縁関係があるものであったことが確認されています。
SCP-49JP-1 が建造されたのがいつなのかという公的な記録が一切存在しないことが確認されています。SCP-49JP-1 が初めて財団によって捕捉されたとき、それまでに一切異常な事象が確認されておらず、当時の職員に対するインタビューでは、もともとそこにあったように出現していた、という回答を得ることができています。財団の D クラスを使用していった SCP-49JP-1 の内部探索実験の結果、SCP-49JP-1 は表面のみ一般的な建売住宅に似せられてはいるものの、内部には何も存在しないハリボテであることが確認されました。SCP-49JP-1 に使用された建材と思われる物質を検査した結果、それは人間の体組織を未知の手段で加工したものであることが判明しました。